どうも。はじめ教授です。さて、エイプリルフールですね。一番憂鬱な日です。つまんねえやつらがね、嘘をつく日です。はい、俺エイプリルフールのアンチなんで、俺普通にね、皇帝エンペラーになった、はじまエンペラー京四郎になったらね、絶対エイプリルフールってものをなくすので、ハロウィンはなくしますね。ハロウィンっていうのはなくすけど、ハロウィン風ハロウィンはなし。で、まあ、ハロウィン、まあ、クリスマスは普通に、ケンタッキーがね、キャンペーンやってるんで、あれはクリスマスはなくしません。はい。なくしたい文化いろいろあるよね。うん。まあ、イブリルフールもその一つでね、つまらない奴らが嘘をつく日なんですけど、面白い人毎日嘘ついてますから、面白い嘘毎日ついてますから、面白いこと言ってね、面白くて楽しい、面白おかしいっていうか、面白おかしいっていうか、なんか嫌だな、面白おかしいなんて言いたくないな。面白くて楽しい嘘を言ってるんで、ネタツイッターの人とかね。まあ、ネタツイッターの人にもね、まあ、中には本物がいるわけで、みんな面白い人たちは毎日面白い嘘ついてるんで、面白いものをね、表現してるんで、うん、でもつまんないやつらがね、エイプリルフールとカッコつけて分かりづらい嘘をつくんです。嘘だから分かりづらいのかっていうとね、まあね、分かりづらい、もう分かりやすい嘘以外嘘じゃないと思って、ただ嫌だなって、嫌じゃないですか。まあ、エイプリルフール、これからいろんなものが来ますよ。柴田さんがね、まあ、いろいろあるけどね、嘘、その分かりづらい嘘とかなんかね、クソみたいな、オタクがなんかネタツイートだからさって言って、俺はネタツイート神聖なものだとは思ってないよ。思ってるんだろうけど、でもさ、ネタツイートってすごいじゃん。面白いツイートのことをネタツイートで。あ、まあ、違うか。ネタって言っても、ね、お前のネタ嫌だな。ネタって名乗んないでほしいなっていう。うちはノリクソキモツイートって言ってほしいな。いや、まあ、面白いツイートがネタツイなんで、面白くなかったらネタツイじゃないんですよ。だから俺もね、最近のツイートも嫌です。嫌なツイートありますね。自分がしたツイートで、ちょっと下手しい懺悔の領域まで行く。嫌なツイートありますね。これ、毒なんとかなんとか何々、おやすみなさい。これね、これは本当にダメです。こんなこと言っちゃダメですよ。皆さん見に行ってください。僕のところでね、こんなクソみたいなね、ツイートする日にはね、ダメです。しちゃダメなんですよ、こんなことは。だから今ちょっと後悔します。うん。まあ、そういうことでね、近づいてきましたね、イブリルフール。憂鬱ですよ。まあ、昔俺もね、つまんない人間だったんで、まあ、ベースがつまんないんで、大事なところでつまんないんですよね、俺は。面白い人間じゃないんで。まあね、その大事なとこ以外全部面白い人間っていうね。いや、それすごいな。一番ダメだけどね。うん。終わり良ければの終わりが最悪っていうね。でも終わりはないですから。うん。お笑いにってね、水溜りボンドみたいなこと言ってた。お笑いは終わらないとか言ってますからね、水溜りボンドの、なんか青学の後ろの看板にね、その時、なんだろう、ね、パラドックスや、パラドックスかよみたいな感じでね、トミーさんが言ってるんですけど、口、早すぎて、早い口、早口と相性の悪い滑舌で何言ってるか分かんないし、あれはそんな面白くなかった。でも、コントはね、面白いですよね。コント面白かった。でも、あのコント、イベントでやったコントいいですね、あのいてつく感じが。うん。似てつく、面白い滑り方をしましたね。だから俺も、やるんだったら面白いことが面白い滑り方、二つをね、取ってね、常に面白い人間でいきたいですよね。うん。最強だね。面白いことを言うか、面白い滑りをするかってね、そんな最強なやついるんじゃ、それはもう面白いことだからな。うん。まあ、面白い滑り方を身につけたら最強なのかもな。でもまあ、やっぱね、まあ、なんだろうな。まあ、エイプリルフールがやってくるよ。なんかよくわかんない企業のツイッターがね、あ、もうこんなものを商品化しますみたいな。中にはめちゃくちゃいい商品とかね、あったりして、すごいいいなって思う商品だけを期待だけ持たせてね、嘘です、エイプリルフールですからみたいなね、気持ち悪い風潮が今頑張って作ってるんですよ。ツイッターでね、何々社がエイプリルフールで○○っていう企業に乗りたくてね、つまんない人間たちが、人間はただでさえつまらないのに、さらにその中でもつまらない人間がね、頑張ってつま、自分たちでね、頑張ってめちゃくちゃつまらないものを作るって三重苦です。人間がつまらないかっていうか、まあ、つまらないよね、人間は。戦争なんかしちゃうし。ユーモアの反対側のものだからね、戦争なんて。戦いとか喧嘩とか。いや、なんか、俺はこういう話題よくわかんないけど、あんま首突っ込んじゃいけないと思うんですけど、なんかツイッターでなんか、大喜利の人たちがなんか喧嘩してるっぽくて、もう喧嘩はやばいなって。
喧嘩やめなってなっちゃって、何で喧嘩してるか知らないけど、その大喜利ネットとかあるんでしょ。こんなこと言ったら俺もなんかマークされたら嫌だな。喧嘩なんて面白くないからな、全く。だから俺は喧嘩しないで生きていかなきゃ。面白くなりたいから喧嘩しないでね。ねえ、面白い喧嘩ってむずいな。面白い喧嘩できるやつ一番強いな。ね、面白い喧嘩できたらもう一番面白い人じゃないか、それは。うん。面白い戦争って、いやでもないな。面白い戦争だけは存在しな。戦争自体がつまらなすぎるからな、あんなもん。ね。つまらない人間がつまらないことしてるんでね。最悪ですね。もうほんと目つけられるじゃん。なんか国に、強い国に目つけられるじゃん。あなた、なんで、よくある外国人なわりで喋ろうとするんだけど。いや、でもね、最悪ですよ。喧嘩なんて。喧嘩しちゃダメだからね、みんな。喧嘩面白くないから、やっぱ。でもね、親が喋ってんだ。